スタートしました。内枠勢が比較的いいスタート、2番のインペリアルコート、3番ゴールデンハインド、2頭が好ダッシュを決めています。スッと10番マイレーヌ上がってきました。間6番ロジザキア、4頭3馬身ぐらい後方、5番のオリエンタルデイ最後方となっています。4コーナーへ向かって残り400、13番サティンボリスが先頭リードを1馬身、10番マイレーヌ、外フロムナウオン接近、外へ持ち出して1番西野カラント、4頭1段直線に向かいました。5番手間を狙うか、3番ゴールデンハインド、まもなく残り200、サティンボリス粘るところマイレーヌ、外から12番のフロムナウオン、大外1番西野カランは今4番手、3頭の競り合い、粘る13番サティンボリス、外から12番のフロムナウオン、サティンボリスかフロムナウオンか並んでゴール。最後はピンクの帽子2頭接戦、その後3着に10番のマイレーヌ。スタートしました。好スタートは4番のサトノクローク、そして外から8番のカルンウェナン、2番の東方ガレオンも5分のスタートを切っています。先行争いスタンド前、5番のシャドウフューリーか、6番のアリスベリテは気合をつけながら、外8番のカルンウェナン、その後ろから4番のサトノクローク、外を通って6番のアリスベリテ、あとは3番のロジウムエポック、2番の東方ガレオン、最後方7番のミヤジシャルマン、馬群1段になって400切りました。さあ外から6番のアリスベリテ仕掛けて、外から上がっていくか、先に5番のシャドウフューリーか、4コーナーから直線、内からもう一度1番のコパノハンプトン、横に広がりました。間からは最後方にいた7番のミヤジシャルマンも追い込んでくる、200を切りました。狭いところ4番のサトノクローク、さあ決めて比べ、大外2番の東方ガレオン、さあ広がりましたが、6番のアリスベリテ、アリスベリテ、外2番の東方ガレオン、内から4番のサトノクローク接戦、しかし抜けたアリスベリテ降臨、6番のアリスベリテデビュー勝ち。スタートしました。さあほぼ揃いました。青ラキは最後方です。さあ先行争い、まずは4番のカイラシがスーッと出ていきます。外からは8番シービザード並んでいきました。内外やや離れています。逃げる8番のシービザード、リードは2馬身、2番手固まってきて4番カイラシ、そのオスとかわしていく6番のルクスグローリア、さらに1番の青ラキが3番手につけて前の2頭を追っていきます。ベンチュラムーンがその後ろ4番手に上がってくる。4コーナーから直線へ、先頭は8番のシーウィザード、2馬身のリード、ムチを振るって200を切って6番ルクスグローリアが追ってくる。あとは少し離れた、外から2番のベンチュラムーンが3番手に上がって、青ラキは4番手、逃げる逃げる8番シーウィザード、シーウィザードゴールイン、2番手は6番のルクスグローリア、離れた3番手2番のベンチュラムーン、外から6番のブトンドールが追い込んできて、2番手に上がって前をかわすかどうか、内5番アネモス、外6番ブトンドール、ブトンドールがかわして先頭合理、ブトンドールです。さらには14番のゴーツー霧島、さらに12番のテイエム夢球など、先頭は粘るの伸びる突き放す3番薩摩の女、2番手は5番の柏サビ、粘り込みを図るところに12番テイエム夢球、先頭3番薩摩の女デビュー勝ちのゴール、2着争い接戦、5番柏サビ、12番テイエム夢球並んで入りました。前の争いは2番シナロアテソーロ、残り 200m 並んでいく13番ラックブレイブ、前2頭並んで、あとは2馬身差6番グラスリガー、10番ストリートジャガー、大外4番ブーケファロスが追い込んで、3番手から2番手に上がってきた、先頭13番ラックブレイブ合理、2着は4番のブーケファロス、3着はどうか。2番手5番フォルテースに、外から2番私だけど何か、2番手に上がってくるか、先頭は4番の西野シークレット、西野シークレット合理、逃げ切りました。そして2番手には2番の私だけど何か、5番のフォルテースが3番手の入線、前は3番ゴッドセンド、7番マルモリキング、まだ並んでいる、決着がつきません。3番ゴッドセンド、7番マルモリキング、7番マルモリキング、3番ゴッドセンド、2頭2名のジョッキー並んでゴール、3着5番バルダリス、際どい勝負になりました。1着争い、7番のマルモリキング、うち3番ゴッドセンド並んで入りました。4番手以降、大外12番佐野のエスコを追い込んで、11番星雲魂、4番手5番手の争い、前3頭広がって、9番バグラダス接近、4番トモジャミ、3番手に交代、10番リリージェーン、9番バグラダス、4番のトモジャミ競り合った、2頭並んで合理、3着は10番のリリージェーンです。ゴール前接戦2頭、その外から8番のミカって呼んでいい、現在3番手200を切りました、あとは離れています。6番のロンドンプランが先頭、ロンドンプラン先頭、内5番のパラシュラーマ2番手、もう一度8番のミカって呼んでいい、3番手から2番手をめがけて上がってくるが、6番のロンドンプランデビュー勝ちゴールイン、5番のパラシュラーマ2着、8番のミカって呼んでいいが3着。
外に持ち出して徐々に12番のアントルメグラスで追ってくる。残り200を切ってオレンジの帽子との競り合い、勝ってみる14番パルフィメ、外から8枠両頭チカポコ潜水と持っているが、抜けた14番パルフィメを15番のチカポコ迫って並んで勝ったか。ゴール2頭接戦、14番パルフィメ、15番チカポコ